クロワッサン、クロワッサンはバターをパン生地に練り込んで焼き上げるパン。フランス発祥であり、ミカツキを意味する。サクサクした食感と甘みが特徴的である。フランス語でミカツキを意味し、形状が名前の由来となっている。フランス語ではクロワッサンと書き、クロワッサン、クルワサン、またはコワサンと発音する。あまり普及していないが、日本語で 三日月パンと呼ばれる場合もある。中国語の普通話及びそれの元になった北京語では、羊革面法、ヤンジャオミエンバオと書き、羊の角の形に似ていることが由来。なお、関東語では、牛の角の形のパンという意味の牛角法、アウコパーウ、イエール式、アモヨンゴックサンバーウイチと呼ばれ、また逆に、北京語系の方言でも、牛角面法、 ニュージャオミエンバを、と呼ぶことがある。スイスのドイツご使用地域では、ギップフェルイシギップエルもしくはギッフェル、頂上の位と呼ばれており、日本でもこれに由来する、ギッフェルという名称が使われることがある、ナチュラルローソン。イタリアでは、コルネットと呼ばれている、複数型はコルネッティ。小さい角という意味である。中に、生クリームや、カスタードクリーム。 ジャムなどの詰め物をしたものも多く見られる。その独特のサクサクした食感は生地を伸ばしてバターを均一に挟んで折りたたみ、それをまた伸ばしては折りたたむことで生地とバターがそれぞれ多重に薄い層をなし、それを焼き上げることで生み出される。チョコレートやアーモンドを焼き上げる前に練り込むこともあり、チョコレートを包んだクロワッサンはパンをショコラ、ペインをオショーカラットと呼ばれる形状は 若干異なり、四角く包んだ形が一般的である。プロセスチーズやウィンナーソーセージなどを包んで焼き上げられることもある。そのまま食べることが多いが、切り込みを入れてサンドイッチにも使用される。主には朝食あるいは間食用のパンであり、特にフランスでは朝食にはブル、ボールと呼ばれる大きめのお椀でカエオレを飲みながら、クロワッサンをそれに浸してふやかしつつ食べるのが、 一般的である。日本で販売されているクロワッサンには甘いものが多数見られるが、これはフランスでは伝統的には見られないアレンジである。とはいえ現在ではフランス及びイタリアやドイツなど近隣諸国でクリーム入りのものも多く見られる。フランスで作られるクロワッサンには、ひし形のものと三日月型形のものがある。どちらの形状にするかは、 使用している油脂で習慣的に決まっており、前者はバター、後者はマーガリンである。菱形のものはクロワッサンをブールクロワッサン AU、バー、バターのクロワッサンと呼ばれる。フランスでは伝統的なパン屋でも三日月型と菱形を並べて売っているが、カフェなどで朝食用に置かれているものは菱型が多い。独特の食感を出すには生地の出来が重要で、 うまく作るのには、ある程度のコツと手間がかかる。そのため、これを省きながらも、家庭で、焼きたてのものが食べられるように、冷凍の生地が販売されている。また、ベーカリーやレストラン向けの業務用のものもある。生地の生成に手間がかかるためかつては高級パンの代名詞であったが、現代では、機械で成形することが可能になり、価格が大きく低下。 一般家庭でも親しまれるパンとなった。1683年にトルコ軍の包囲を打ち破ったウィーンでトルコの国旗の三日月になぞらえたパンクロワッサンを焼き上げたという伝承がある村上忍のお惣菜フランス料理にも書かれてるがこれは事実に反するオックスフォード・コンパニオン・ツー・フードの編集者だったアラン・デイビッドソンによると20世紀初頭のフランスの 料理本に、クロワッサンの調理法が現れたが、それ以前のレシピは一切発見されていないということで、ある。前期の伝承が広まったのは1938年に、ラース・ゴストラミックの初版本を出版した、アルフレッド・ゴットシャルクによるところ大きいという。この本の中では、この伝承に加え、1686年に、オーストリア・ハプスブルク家がブダペストを、 トルコ軍から脱会した時に作られたのではないかという伝承を紹介している。カプチーノの語源についても同じような伝承があり、マリー・アントワネットがオーストリアから嫁いだ時にその製法がフランスに伝えられた逸話がある。カプチーノの語源は正しくはイタリのカプチン修道会の制服の色に基づく。その頃、ヨーロッパ中で最も権力のあったハプスブルク家の オーストリア宮廷ではすべての分野でヨーロッパで一番の職人を雇っていた。パン職人はその頃最も評判の良かったデンマークのパン職人が担当していた。マリー・アントワネットがフランスに嫁いだ時、デンマークのパン職人も同行し、デニッシュペストリーの生地で作ったのが最初のクロワッサンだとされている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。